ドホーク SC は、イラククルディスタン地域、ドホーク県の都市ドホークを本拠地とするスポーツクラブである。2013年現在、ドホーク SC のサッカー部門は国内最上位リーグである、イラクプレミアリーグに所属している。ドホーク SC は1970年にサッカー部門のみを抱えるスポーツクラブとして設立された。サッカー部門以外に、 バスケットボール部門も保有しており、こちらはイラクディビジョン1バスケットボールリーグに所属している。ドホーク SC は1970年12月14日に市内の3つのサッカーチームが参加することで設立された。1974から75シーズンまで地方のサッカーリーグに所属していたドホーク FC はイラク国内のクルド人の権利を守るための闘争を 支援するためにクラブの活動を中止することを決断した。1976年、ド・ホーク FC はイラクの3部リーグに再び参加。1978年から1990年まで2部リーグに所属した後の1990から91シーズンは国内の暴動のためリーグに参加しなかった。1992から93シーズンに 再び復帰したものの4部リーグからの参加を余儀なくされた。翌シーズンに3部リーグに昇格、1993から94シーズンも2期連続で昇格を決めて1994から95は2部リーグで戦った。このシーズン、ドホーク FC は2部リーグで優勝を達成、1995から96シーズンは1部リーグへと昇格を果たした。 ドホークは1996から97シーズンに一部リーグに残留、1997から98シーズンに優勝を達成しクラブの歴史を通じて初めて国内最上位リーグであるイラクプレミアリーグへの昇格を果たした。1998から99シーズン以降、ドホーク SC は長年にわたり時折優勝争いに顔を出す。 中堅クラブとして知られていたが、イラク戦争勃発後、首都のバグダードは、戦争や戦争後の治安の悪化による影響を大きく受け、バグダードを本拠地とするクラブが軒並み成績が下降する中で入れ替わるように成績が上昇。国内では優勝を争うクラブとして台頭した。ドホーク SC は2009から10シーズンに国内リーグで初優勝を達成した。 2011から12シーズンは国内リーグを2位で終えアジアサッカー連盟の国際大会である AFC カップの出場権を獲得した。初めて参加した2011年の AFC カップでは準々決勝まで進出した。ドホークスタジアムはドホーク SC がホームスタジアムとして使用している多目的スタジアムである。 当初このスタジアムの収容人数は1万人であったが、改修工事が行われ2万5千人を収容可能になり、ドホークスタジアムは国内有数の規模のスタジアムとなった。ドホークスタジアムは1992年に建設された。ドホーク SC のファンはザ、ザホ FC とアルビール SC を彼らのライバルとみなしている。ザホ FC は、 クラブ創設初期からのライバルであるが、ザホ FC は2部リーグに降格したこともあったため、今ではそれほどライバル意識は高くない。しかし、ザホ FC が1部リーグに戻ってきたことで再びライバル意識が生まれるようになっている。アルビール SC とドホーク SC は同じクルディスタン地域に本拠地を置くクラブであり、イラクプレミアリーグでも優勝をかけて争っているため非常に ライバル意識が高い。近年では、スタジアム内で暴動などの騒ぎが起きることは減っている。ものの、ライバル意識の高さは続いている。ドホーク SC のロゴは、高がサッカーボールを掴んでいるデザインの下に、オリンピックシンボルがあしらわれたものであり、ロゴ上部には、クルドゴで、と記されている。ドホーク SC の愛称は、山の高である。ドホーク SC のホームユニフォームは、 黄色と青である。伝統的に黄色は必ずホームユニフォームの色に取り入れられており、アウェイのユニフォームには青と白が取り入れられている。ドホーク SC は黄色と青をクラブカラーとしている。ありがとうございます。